こんばんは。さやかたかおです。さやかたかお。お、ありがとう。さやかたかお。存じておられるか。マヨネーズ好きだよ。猫。そうですね。明日は5時配信です。今日初めてサヤンと一鍋できて嬉しかったです。大丈夫か？ループしてる？大丈夫かな。対戦ありがとう。あ、してない。私の端末だけか。そうそう。明日はちょっと早めですね。ありがとう。そうそうそう。うん、そうだね。起きてたらね。でも無理しないでね。だいぶ早いです。あ、タイムフリーで。明日は早いですよね。今日は早く寝る予定。ですね。よきよき。そうそうそう。夜はどうなるか分かんないですね。もう23時はね、5時配信だから。
4時半に起きるので。ありがとう。早起きでしょ。すごく健康だ。寝坊ね。寝坊は私結構しちゃいそうになるかも。最近目覚ましがいっぱいある。たくさんギフトありがとうございます。高尾炭治郎さん、ヤッシさん、ゆうきさん、 A ちゃん、リンさん、ウルスさん、ヒラリンハットさん、エイちゃん、ミヨミヨさん、カズヒロさん、セイヤンさん、めっちゃ可愛い。あ、ありがとう。エフシブヤさん、広島子パセリーさん、ナリバーさん、アダメイさん、そうめんさん、カイロンさん、シンさん、高尾炭治郎さん、セイヤンさん、ヨシマリュウさん、ユウさん、ガッキーさん、アオちゃん、釣りけんさん、ナンバのおしゃとさん、ポニ太郎さん、おたてさま、くにひこさん、スマイルさん、のぶいちさん、まいせんさん、てるさん、かんとくーさん、たんさんせんべいさん、れいくーさん、しのさん、くま、ありがとう。パンチ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 。はい。そうそうそう、気をつけなければ。チャキー、でも確かに休みの方が早く目が覚めますよね。いい感じだった。配線ありがとう。そう、チリパは23時ですね。何見る？今日はね、レッスンがあっておりましたね。そう、今日って金曜日だね。びっくりした。おお、そうそう、
チリッパ多分面白いです多分。私はジングルに、なんだっけ、始まる前に結構少し時間があったからジングルを考えてて、自分たちでいつも考えるんですけど、ちょっと私がいろいろ考えて愛子ちゃんに結構なんだろうこう言ってみたいななんかもう本当に監督みたいな感じで、全部自分。だからすごい愛子ちゃんね、言いにくそうだったんだけど、あとは本編でお聞きくださいな。そうそう、楽しみに。あといろいろなんかありましたね。ネタバレになっちゃいますからね。そっか、金曜ロードショーは今日は猫の恩返しですね。猫の恩返しも私何回見たやろ。そうなの。猫やん、猫やんの恩返し。うん、でももうめっちゃ見た。30回ぐらい。猫やんおったら降りそうやないどっか降りそう。あ、バロンね、なんか宝石屋さんみたいなとこにおる。見すぎでしょ。でしょでしょ。猫やん絶対釣っとおけん。あ、そうなの。カントリーロード好きだった。そうなの。なんかジブリって伏線ありますよね、いろいろ。私この前「千と千尋の神隠し」について調べてたんですけど、そしたらエボシ様はサンの母親だったみたいなっていう都市伝説があるみたいな。あってからびっくりした。えっ、まあね、そういうのはいろいろ言いますからね、なんとでも
都市伝説いっぱいあるんですよね。そう、トトロが怖い。トトロの伏線怖い。つながってるの、そういうジブリって。なんかポニョは定規を使ってないみたいな、なってない気がする。なんか家とかも結構手のなんか感じが残ってるみたいな。トトロ俺ですね。トトロ怖いんよ。お、ありがとう。え、猫満開して本当にそうなんですか？その耳を澄ませばの主人公が書いた物語なの？もののけ姫？そうなんだ。すごっ。すごくない？それだけは本当。それだけは。私ジブリで一番好きなのはね、なんだろうな、やっぱり千尋ですかね。千尋かも。うん、呼び方ね。呼び方はそちいろ。ハウルもいいですよね。わかる。ハウルも好きですね。ちょっと略し方が。いや全部好きですよ。ハウルかもしれん。いや、セントハも、セントハおる？絶対おらん。私紅の豚見たことないかも。私ハウルはね、魔法使いの話ですね。大人っぽくなった。私紅の豚豚ねって見た方がいい。渋いですか？渋くていいですか？そうなの？いや全然、もう監督のことはもうちゃんと本名で読みます。そんな。結局私は千と千尋の最後にハクが
どうなったのかが知りたい。安定した回嬉しい。白は あれですかね、もうもともと住んでる世界でってことなんかな。絶対あのトンネルくぐったらもう戻れないみたいな。でしたよね。あ、そっか、ハクはもともとそうだったのか。あ、これってネタバレなのか。これネタバレなんかな。ハクはあの本当はみたいな。ハクの本当の姿はみたいな。大丈夫。ありがとう。もう受講ですか。まだ見てないって人いる。見るつもりで見てないっていう人。ネタバレって本当にいつからいつまでいいか分かんないですよね。だって面白い。え？まさかにこれって私が言ってから「ああ」みたいな「ネタバレ」って言われたらどうしよう。みたいな「ネタバレ」そう、でも分かった上で見ても面白いですからね。お、ありがとう。うん、猫の恩返しでも何も言わん。あおちゃん、きちねさん、大西くん、ありがとう。これ聞いてるような。とりあえずそう、ハクがどうなったのかを知りたい。でもそれって監督は人それぞれの解釈があるから、どれも正解であり正解ではないみたいな感じなんかな。それなんかその監督に「こうなんですか?」って聞いても「うん、それもあるかもね」みたいな。って言われそうよね。何言っても。それもそうかもしれないですねみたいな。言えそう。そういう受け取り方もあるねみたいな。全部それでそう言われそう。優しく素敵な方だった。絶対そうだよ。すごいよね。あんまり深く考えてない。そうなんだ。いいね。怒るかもしれない。そんなわけあるかって。なんかハウルとかは
その先がすごく分かりやすいなと思うんですけど、でもそれを話すの楽しいですよね。確かにそうだね。トトロ、あとジブリに出てくるご飯は全部美味しそうっていう。ねえ、美味しそうですよね。ジブリ飯っていうの。そうそう、本当に美味しそう。なんか多分自分で作ってもこれはジブリにも出てきた料理と思ったらすごい100倍ぐらい美味しそう。そうそう、千と千尋のあのお父さんとお母さんが食べてたのも美味しそうだし、あれは何なのか分かんないけどね。おでんみたいなのも食べてたよね。それな、美味しそうね。なんかそう、なんだっけ、あれはラピュタかな、パズーって。パズーなんかカバンの中からさ食パンと卵出てきたよね。すごいよね。すごいよね。そうそう、すごいなと思って。ジップロックないと。でもそのラピュタのか何かの歌ありましたよね。地球は回るみたいな。いやいや、でも私のカバンに入ってた食パンは食べませんか。そうだ、君を乗せてた、それそれ。よく歌いますよね。いつの、じゃあ今日の朝入れてきたんやんみたいな。パンと卵。確かに。包むものもなしですね。もう直ですね。じきじきに。怪しいよね。半分半分くらいかな。半分の方くらいがちょっと
いいよって方と嫌って方いますね。そう、確かに確かに、なんかカバンのその中にパンだけならいいかもしれないですね。パンとか卵だけならいいけど、その中にスマホとかいろいろ入ってたら嫌だね。それはやだ。私多分カバンの中から出てきたって思んどけば食べれるかもしれない。急に渡されたら食べるかもしれない。あ、ありがとうみたいな食べながら、あれどっか出てきたんやろこれみたいなまあいいやみたいな。いいよね。なんかこう焼いたらいいですけどね。なんかちょっと火をつけたらさ、なんかこう綺麗になりそうな予感はある。火があったらいいけど。ダメかな。でもなんか私がこう渡したからさ、ありがとうって言われてさ、火にかけられたらなんかちょっと、あ、除菌しとると除菌してるなみたいな。やだ、カバンの中のグミがくっついて。なんかこう火で燃やしても、あ、ちょっと気にしとやなと思うし、ありがとうって言ってそのまますぐ食べても、あ、気にせんのやんってどっちにしろやね。いや、どっちにしろかもしれん。気にしないタイプかって。あ、どっちもあるよね。どっちもありますよね。正解なんやろうね。確かに、ありがとうって言われてカバンに、その渡した方のカバンに入れられても、あ、食べんのや今食べんのやみたいなって思うかもしれん。そのわざと落とす、わざと落としたら、あ、落ちちゃったって何でも思いますね。いや、スズメにあげても、あ、あげるんやでも全部、うん、どうしよう。そんな、俺はいいからサインが食べてって言われたよ。あ、いいややばい、正解ない、やっぱやばい、ね、正解なんだろう。
その場でなんか一緒に食べるしかないですよね、その時って。多分私がそのアニメでそういうことがあってから、私が見てる側でももう思いますもんね。一緒に食べないとなんかそれ以外全部あって食べんのやとか。食べるから目つむってっていう、あ、そういう経過みたいなそういう気にする経過みたいな。なんか入れられますよね。全て全て返す。確かにパセリは絶対に食べるよ。すぐ UFO、 あ UFO って言われても、あそういうそういう性格かみたいななんかそういう感じかみたいな。そういう方法かみたいな。ね、待って、本当に。多分パンちゃんは美味しそうって言って、あいるって言ったら。いらないって言うと、パンちゃんずっとね、そうなんよ。食パン美味しそう。え、いる？いらない。いや、いらない。確かにもうちゃったらありがとうって言って。食べそう。サラピやったらいらん。サラピやん。いらん。さやかに言ったら、ありがとう、後で食べるねって言って、多分カバンの中にしまって、多分3日後ぐらいにそれがカバンの整理しよったら出てきて、ってなってそう。3日後に食べた？あのパンみたいになっちゃう。あ、食べたよって言いそう。食べたよ、ありがとうみたいな。多分愛子ちゃんやったら、愛子ちゃんにあげたら、え、これってずっとカバンの中に入っとったんみたいなみたいな、何日前のやつみたいな感じでいろいろ聞いて、こう食べれるかチェックしてそう。りねちゃんって朝ね、え、嬉しい、ありがとう、美味しそうやな、食べていい、あ、いいねえなそんな感じかな。食べてから、うまい、うまい、うまい、
もういって ありがとう。リコチ、リコチはね、どうやろな。リコちゃんどうやろね。確かに、とりあえずリアクション大きいですよね。あ、確かに言いそう言いそうなんだけど、ノン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 みたいな、ユーユーそれカバンの中みたいな、ユーそれカバンの中、ノン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 みたいな、あ、でもこれ朝に私が持ってきたやつやけんって言ったら、おお、そんならイエスイエスイエスみたいな、リコちゃん結構難しいですね。なんか結構テンションとかタイミングによって多分変わるからな。そうそう。お腹いっぱい、今お腹いっぱいやけんいいかもとか言いそう。私はどうでしょうかね。私食べるかもな。私多分食べますね。うん、難しいことは考えずに。食べるかも。そう、だから私はそう、なんどっか出てきたか分からず食べて、食べながらそれはどっか出てきたんやろうと思いながら多分耐えますね。知らないまま食べそう。うん、まあいいかって。確かに状況にもよるかもね。空腹も空腹すぎて、そのラピュタの時代で洞窟みたいなとこに閉じ込められての時やったと耐えますね、絶対に。変な味したら食べないかもしれない。そう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 、それやったらそれやったらみんな食べるそれやったら誰も食べる食べますよね。いや本当に本当にそれを、そう
それだったらもう食べるよみんな。せいちゃん元気くん、そうめんさん、あ、そうなんだ、ありがとう。メガバイトさん、高尾炭治郎さん、ありがとうございます。エビスさん、ひら兄さん、ありがとう。何の時間あったんだろう。でも楽しい時間。そうそう、明日はね、朗読劇がありますね。私頑張ります。香川のどこだっけな、なんか、え、無料なのかな、柴田先生がこう作って、私たちのために作ってくださったね、朗読を言います。でも全然その朗読劇ですけどね、ライブとかじゃなくてね、無料ですよね。あ、無料だったら後ろ、あ、そうなんだ、あ、そうなんや、配信もありますよね。そう、アニメ化されたやつもある。うん、一期生さん、あ、先輩方が1週間前にツアーした会場です。すごい広いですね。うん、頑張ります。私そういう演じる系、なんだろう、何かを演じる系のそういうお仕事は初めてかな。そうだよね。あ、そかそか、その SF 大会だから、そういう朗読とかのファンの方々が集まるんですよね。ありがとう。そう、朗読私全然うまくないんだけど、うまくはないんだけどね、楽しいなって思いました。あ、そっか、 CM で私ありましたね。あれは演じてますね、確かに。並ぶの CM、 そうだね。感情表現が、でも結構そう、周りの先輩方とかもだけど、やっぱり舞台とかされてたりとか、やっぱりすごいなって思いますね。そうだね、緩急が大事ってよく言われましたね。ね、そうですね、空花さん舞台出られますね、すごい。私絶対そういう演劇絶対に向いてないって思ってたんですよ。でもなんか楽
楽しいなと思いました。そう、演劇は私本当にね、もうねなんか、あ、いやみたいな感じだったから、ね、やってみないと分かんないなって思いましたね。いいですね。そう、なんか今までね、なんかしてこなかったので、そういううまいなんか人とかがこう近くにいると、影響されるなって思いました。いや、でも本当にめっちゃそう、ありがとう。そうですね、うまいなと思いますね、やっぱり。セル読みはそう見に行きました、初日とか。でも2期生の方を見に行きました。そうだね。高尾さん。そう、公演中とかもね。頑張りますね。あんまりハードルは上げないでくださいね。なんだろう、私今日大人っぽいですか？なんだろう。楽しみますね。そうだ、楽しもう。シュッてしてる。え、嬉しい、めっちゃ。なんかいろいろあるのかな。楽しむぞー。あー、
グッズ？そうだ、グッズもね、売ってありますよね。おーで滑舌悪いですね私うん、それだ。 T シャツとポストカードだ。福岡県福ううう、おあえんう、いんあ、あ、あん、おお、あ、あ、お、あ、あ、あ、え、うフフ福岡県出身。ありがとうございます9月12日広島サンプラザホールにて昇格への道一般販売が始まりました。まさそんな大学マジ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 。本日の公演は終了いたしました。列に並んでお待ちください。そこをなんとかではありません。お帰りの際はお忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。一旦座ってください。言い返す言い返す言い返す人。こんな感じでいこうかな。ありがとう。
構難しいね、箇所があるので、そこを私本当寝る前にね、ずっとね、練習してんですよ。寝る前とか、いろんなところでめっちゃ練習してる。そうそう。お見送りとかあったらいいですけどね。絶対ね。お、メール、お、嬉しいメール。取り始めようと思いますって。ありがとう。そうだね。朗読、そうですね。本読みながら、え、本を見ながら、そうですね。読みながら。そうそうそう、寝取り、なんかね、リードピアのメンバーでね、朗読劇をしますね。読む時だけ立つって感じかも。私多分下手側ですね、多分。違ったらごめん。そうそうそう。サイリウム、ペンライトだったらどうする？多分ね。そうだね、下手多いかもしれない。僕隊も下手だし、後半は上手だけど、ミトちゃんも下手ですね。で、後半上手だね。ツアーも下手かいたし、ツアーも下手、確かに下手かもな。前半下手の後半上手なんかな。なんかすごい、それってなんかすごいね。私決まっとるな、確かに。僕声もか、私僕声かなり下手かもしれない。長い時間あ、後半神手やん。え、何これ、何か関係あるのかな。私こういう運命なんかな。そういう運命なのかな。あ、MC 神手ですよね。確かに。
そう、後半髪てからそうなんですよ。すごい気づいた。何か関係あるかもしれない。じゃあ私は9時頃にはもう配信終わって、9時から7並びをしようと思います。またね、今日下がったか分かんないけど、朝っていうか昼に見たら8位になっちゃってて、あーんってなっちゃった。そうなんよ。お、対戦しようね。そうなんよね。いや、ランダムにしようかなとは思ってますね。そう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 、接戦だ。1000万ポイントぐらいですかね。ね。なんか、うん。ありがとう。吉間龍さん、大佐さん、まいせんさん、いくごぴょんぴょん、ハート1000個ありがとう。F 渋谷さん、神戸のマーチさん、龍一さん、マイセンさん、キチネさん、ありがとう。そうなんよね。確かにちょっといろいろ明日の準備しながら背並べしようかな。そう、私は21時台は10ベッドですね。ずっと10ベッド。コインもだんだん溜まってきたし。そう、なんかね。そう。なんか常にそのランキング私が7位以内に入っていいんかなとか思ったりするんですけど、やっぱりでもそう
頑張るのは自由だなと思って頑張ろうと思いました。そうそうそう。そう、そこがちょっとあれですよね、自分のマイナス思考な部分だなと思いますね。本当だ、11,168人の方、ありがとう。よかったらフォローしてね。キラ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 、ハートがピンクになってたら OK です。はい、のぶいちさん、F渋谷さん、大西くん、そうめんさん、ドハマり中、南波の佐藤さん、ありがとう。確かこっちか、真っ赤になってます濃いピンクにしてます、ありがとう。そう、なんかね、ドライブもしてて、この前、そう、なんかね、2日間ぐらい ログインしただけの時もあれば、何もしなかった時もあって、その時エールがすごかった。900件ぐらい来てた。それでフォロワーさんも、フォロワーさんなんだろう、1000までなんかな、フォロワー1000人みたいな、1000か999人ぐらいになってて、えっと思って、そんなにいらっしゃるんやと思って、あ、そうなんだ、やっぱり条件あるんだ、びっくりした。で、そう、エールは私ね、結構お昼にね返したりしますね。そう、なんかあるみたいですね。あ、フォローできるか知らんかった。そうそう。あとローモバはずっとあのコラボした時からしてたんですけど、なんか今日また私がこの軍隊を安全なところに移動してない時に限って攻撃されて、なんかまた捕まって、そう、また城が燃えちゃって、
もう今拗ねてるから私もう今私拗ねてるんですよ。だからもういいっていう状態ですもん。いつもこうやって毎日シェルターに入れてたのに、ちょうど入れてない時に限ってそう攻撃されて、しかも私のお気に入りの赤ずきんちゃんが捕まったし、なんかもういいと思ってるからそう、ね、しかもねギルドに入ってないけんさ、一人ずっと一人なんか寂しい、一人で。それだけもうずっと神様からなんか生き返らせたり、そう攻撃されるたびにね神様から生き返らせてもらって、で治療してみたいな、12時間ぐらいかけて治療してみたいなしてたんやけど、うん、もういいやみたいな。でもそうドレグはね、あのねそう先輩方とギルド組んでるし、あとエールとかできるからまだしてるんですけどね。そう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 、そうなの。こんばんは。そう、ギルドはね、そう入っちゃいけないっていうことにね、なってるんですよね。充電がなくなってしまった。メンバー内でスクツヨビ流行ってる。そうなんだ、すごくない？スクツ流行ってるってすごくない？ちょっとインフルエンサー、私ちょっとインフルエンサーや。みんな気づいとる？巣窟ってこと。本当は私が巣窟って言いすぎて本当に巣窟って思ってるってことはない？大丈夫かな。こんばんは、つぶらちゃん。あ、やめとるけど、あえてね。あ、よかったよかったよかったみんな巣窟って読めるんや、すごいね。私だけか、巣窟って読んだの。私だけか。いやでも絶対りねちゃんは、りねちゃんは絶対巣窟って思っとうと思う。りこちゃんは巣鴨って言ってん。巣鴨巣鴨もう漢字も変わった。りねちゃんは闇の巣鴨。いや巣鴨ね。巣鴨ね。もはやそっち？いやどっちもか。巣鴨はどっちもやね。でもそうなるよね、分かる気持ち。すごい一緒やね、りねちゃんと私は魂は。
おもろいんやけど。魂が一緒やけん。なんかいつもりねちゃんにいつもりねちゃんに最近会ったらサーヤンみたいな、今度話そうみたいないつもなんか移動中とかにサーヤン今度話そうみたいな、あ話そうねって言っていつもそうやって言われるんですけど、そういつも今度いつも今度なんですよね、そう今度ね、今度ね、今度話そうみたいなそう、今ではないよ、そう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 。本当だ、じゃあそろそろ私は終わります。そう、しかもりねちゃんとな、本当にね、ご飯の好みとかもすごい合うんですよね。結構そうソースの種類とか結構一緒なんですよね、好きな種類とか。私こんなにりねちゃんと本当に仲良くなられて本当最初思ってなかったそうそうそう、服も好きよ、服も、いや私の後ろもやしに来ないで、今拗ねてるから、そうそうそう、リトちゃんユニットが一緒になって、そう分かった、タイプ違うよね、そう、初めて見た時はなんかすごい明るそうやなと思ってたJK やなって思ってた、うん、よかった。でも仲良くしていくうちに、そうめっちゃ真面目やなとか思ったり、優しい子やなとか思ったり、そうめっちゃね優しいよ、めっちゃ優しいよ本当に。変わった、ありがとうございます、どんぶらこ。ほう、メモメモメモしてる、今日の1位は元気くん、ありがとう。2位はセイヤンさん、ありがとう。3位はイクゴぴょんぴょん、ありがとう。4位は南蛮の久藤さん。5位は四つ葉さん。6位は A ちゃん。7位は吉平さん。8位はしのさん。9位は健太郎さん。10位は高尾炭治郎さん。11位はそうめんさん。12位は F 渋谷さん。13位はせいちゃん、ありがとう。ありがとう、まと。きちねさん、みつるんさん、まいせんさん、よしまりゅうさん、大西くん、まさとしさん、ゆうじろうまるみかん、りんさん、あおちゃん、たてさま、広島こうパセリさん、神戸のマーチさん、たいささん、のぶいちさん、ちくわドーナツさん、ジャッキーさん、ガッキーさん、エビスさん、ありがとうございました。なりさん、カンテさん、34位がカンテさんです、おめでとう。
いいことが起きるであろう。高尾さやかより。素顔も面白い。ありがとうございます。なんか今日、私は今日はちょっと落ち着いておりましたね。今日は落ち着く日。一番早起きだったのいつだろう。1時間しか寝らんかった時あったな。いつだっけな、あれは。 CM 撮影あ、明日朝5時だ。よろしくです。13さん、ありがとう。りねちゃんのファンの方ありがとう。ジャッキーさん、カントクーさん、せいちゃん、くまはさん、ありがとう。ね、リネタン大好きです。本当にいつもありがとう。ね、そうだね、明日は早起き。でも全然無理せずにね、一回更新しますね。お願いします。いい、こちらこそよろしくお願いします。そうそうだ、そう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 、今日は23時からチリパなんですよね。でもあれ、タイムフリー、んフリータイム、タイムフリーでもん聞けるスネオ、そう、あ、9時から、そうそう、私もう無限でしてますから。あ、でもメールを書いてからじゃないとね。四つ葉さん、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。ひろのりさん、アーツさん、きちねさん、けんたろうさん、南波のいさとさん、ジャッキーさん、藤智さん、大人っぽい、やった。広島子パセリーさん、 A ちゃん、レイクさん、炭酸せんべいさん、しのさん、くま、ありがとう。全員読んだかも。鳥取太郎さん、 F 渋谷さん、福さん、ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。おやすみなさい。また明日朝5時、バイバイ。おやすみ。